こんにちは今日は9月20日にチャック・ホルトンさんが出した、まあ、ロシアについて何でみんなしくじっちゃったんだろうという動画の概要を日本語で紹介しますエピソードチャックさんはガナハマサコさんやマイケル・ヨンさんと行動することがある戦争特派員従軍記者ですねどんな人なんだろうと思った場合には是非元動画をご覧ください 今回チャックさんは地政学的に見ると対ロシアについてはみんなしくじってしまったようだと考えていますアメリカは通常共和党の方が外交に強く簡単に誤ったりはしないとでチャックさんは 自分はミッド・ロムニーはもう全然ダメで大統領候補になるべきではなかったと思うと断った上で2012年の大統領選の際のバラック・オバマとミッド・ロムニーの候補者討論の時にミッド・ロムニーは少なくともアルカイダ・アルカイダと言っていたオバマよりも状況が分かっていたと。で、ロシア、イラン、 中国が地政学的にアメリカを脅かすものだと言っていたと話して、でその際の動画をシェアしています。その大統領候補者討論会で、 バラック・オバマは再選されたらロシアに対してさらに柔軟になりますという方針を語ったそうなんですね。で、実際に2014年にロシアがウクライナに侵攻した時、ドンバス東部とクリミアをロシア,ロシアが占拠して、も最初オバマは何もせず、その受け身の外交が今のアメリカの対ロシアの立ち位置につながってしまったとチャックさんは考えています。さらに、 今日のアメリカは国境問題とかあとホームレス問題など国内に問題を抱えているので共和党がナショナリスト内向きになってなんでロシアとウクライナのことまで気にしなければならないんだという態度になっているけれどこれは大変禁止眼的で国内で問題があったとしても同時に国外の問題に対しても声を上げることは可能だと言っています。 外交問題を無視してしまうと、結果、外交問題に取り組んでいた時よりも、まあ、悪くなると。しかし、目下共和党は孤立主義政策っぽくなっていて、アメリカが引いた後の真空状態の場所に敵国、敵の勢力が入り込んでいます。アメリカの一般市民は、ウクライナに行ったこともない誰かの言うことを聞きかじって、ウクライナのことを決めつけてしまっていると、チャクさん述べた上で、 えー、彼はなんかもうこの半年ぐらいずっとウクライナに断続的ではあるんですけれどもいたんですねで半年ウクライナにいた自分の経験からウクライナにはナチスはいないとアメリカやロシアの方がナチスは多いくらいだあとウクライナには生物兵器を作るラボはない兵器を作る研究所をある意味発展途上国であるこの国が 敵国のすぐ隣に作るようなことがあればそれはバカだウクライナのラボでは生物兵器を識別する作業を行っていたと話していますウクライナには汚職がはびこっているという説これは本当で,で汚職はもともとソ連時代が終わった時にまあ美味しいものを拾おうと人々が飛びついた結果であり ずっと食職が続く国だったけれど、今の政権はそれを減らすために選ばれ、それなりの成果は出していると説明しています。さらに、ウクライナの現政権は、ジョージ・ソロスの支援を受けたグローバリストの政権だという人もいるけれど、それを裏付ける証拠は、今のところ自分は見たことがないとも話しています。チャクさんは半年ウクライナにいて、大統領にも会った。 閣僚にもあった大統領のアドバイザー軍のリーダーたちともあったそして数えきれないほどの一般の人々に会ってきたけれどウクライナの人が気にしているのはとにかくウクライナのことでみんなウクライナ語を話してウクライナ人としてウクライナでの生活を続けたいだけで,でロシアに押さえつけられるのは嫌なのでロシア ではないという理由で西側を頼っているのであって決して西側がグローバリストだからではないとで西側諸国にあるとされている自由自立を求めているのだと説明していますそしてチャックさんはウクライナはグローバリストの国ではありませんと断言していますでは 普段だったらって以前だっっったたららて以前ですよねアメリカの敵をやっつけようとする共和党がなぜ今関係しない方がいいと言っているその一方で我々の税金を大量注入してアメリカがウクライナを助けているのかこんなに大金しかも税金を使わずに戦争が始まってしまう前にウクライナの政策やプログラムを助けることができたのにと着さん言っています。 本当のグローバリストたちが自分のアジェンダを追求して、間違った理由を正当化してウクライナを援助しているのが現状で、これと同じことが中央アジアの小国アルメニアでも今発生しています。キリスト教の国アルメニアは敵国に囲まれています。トルコがネイト、ナトの同盟国だと思っている人は多いようですが、トルコは随分長い間、 NATO 同盟国ではなくなくっていますイランも随分長いことアルメニアとは敵対関係そしてロシアはイランと取引をするにはアルメニアアを通して行う必要がありますアゼルバイジャンは西側に自分のとこ,ところで取れる石油を売るためにはアルメニアトルコを通して行う必要があるでトルコはパントルコトルコシンパかなパンって反トルコですねパンナムのパン。 のの同盟を作るためにキリスト教の隣国アルメニアアは邪魔であると説明していますアメリカの議会がアルメニアを援助することにすればロシアトルコイランアゼルバイジャンとの間に戦をするプラグをつけることができるのですとチャクさん言っていますアメリカにはアルメニア系の人が200万人いて その多くがカリフォルニアに住んでいます彼らはアルメニアを助けてくれる政治家に投票するので例えばもしもドナルド・トランプがアルメニアを支援していたら大統領選のの結果は異ななるももになったかもしれません共和党の中には「アルメニアはロシアの古文だから知らん」という声が多いのですがアルメニアだって別にロシアが好きなわけではない。 ロシアに頼らざるを得ないだけで今アルメニアを助けているのはカリフォルニアの民主党だけでアアアメメリカからアルメニアに行った政治家はなんとナンシシーペロシーだけですチャックさんはナンシー・ペロシー別に好きなわけじゃなくてナンシー・ペロシーは最悪の政治家なのにどうしてペロシーしかアルメニアに行かないんだともしもアメリカがウクライナにロシアが侵攻したのが悪いことだ。 ということで、モラルベースの理由でウクライナを助けるのであれば、アルメニアだってアゼルバイジャンに侵攻されて同じ理由で、なんで助けないんだと嘆いています。アゼルバイジャンが石油を持ってるって、西側諸国はグローバリストとか観光保護主義者とか石油産業をなくそうとしていた割に、 なぜアゼルバイジャンの石油をヨーロッパに引くためのパイプラインを作るためにアルメ,アルメニアが攻撃されるのを容認しているんだとで政策や態度に一貫性がなく毅然的で倫理的に間違っているそして長,長期的外交政策を考えるとバカだと言っています最後に自分が従軍記者戦争特派員としてウクライナに行ったり アルメニアに行って状況を伝えたりするのは政治的な意味は別になくて人が苦しんだり傷ついている様子をジャーナリストとして伝えることで世界の他の人々が助けるようにするためだと結んでいます以上ですええー、なんかもうちょっと長くなっちゃったのででも感想も言わない方がいいのかもしれないですけどロシアに今のところ助けてもらっているアルメニアに本当にアメリカが 介入してアゼルバイジャンやめろよいじめるのって言ったらアメリカとロシアの関係ってどうなるんでしょうねどうなったかご存知の方いらっしゃったら教えてくださいカリフォルニアは熱波は結局来ませんでしたでもね結構暖かくてですね、えー、汗をかいていますというわけで「Stay safe stay healthy」